登録してなんかゴルフ場の練習場にネットとかが倒れてね。あーすごい、家屋根全然ね、もし最初に歩いてるそうなんだけど、もう待てよ出た、もういつもそれじゃん、もうそれ言えばお前 YouTube 出したら出ると思ってんの？え、待ってんの？バカマジやん、お前出していこうぜ、どうも、武田でございます。刻んでいこうぜ、よしき。お前人の前でよ、喋るときはお前食べ物食べてさ、回すの待ってって言ったやん。でも8時半なんですよ、8時半なんですよ、もう見えます？あ、逆光逆光だね、あの、ちょいちょい声入ってるんですけど、はい、今日高橋宗司さんにも来てもらってます。本日9月15日 MGC 応援に来てます。しっかりあのハモれるんですよ、僕たち。マジで仲いいんでね。ということで、うん、MGC 何の略でしたっけっていうくだりがさっきあったんですけど、あったんですよね。なんと僕は正直に答えたんですよ、あのつい最近知ったと、はい、そして、はい、よしき知ってるって言ったの当たり前だよ。いやもう当たり前ですよ、黙るという。いや謝れ謝れ、さすがに謝れ、すいませんでした。しかも今年の初なんだね。知らないよ、観客増えるからやめて。 MGC って何なんだろうなって思いながらここ数日過ごしてました。知れてよかったね、当日ね。はい、まだスタートしないからギリギリセーフ。そうだね、ギリギリセーフ。でもあのしっかりあの出る選手とかをあの把握してきたんですよ。えサブ2って最近 YouTuber がなんか現れたんですけど、うん、それが動画上げてて分かりやすいなんか、うん、MGC 出場選手、うん、それ見てしっかり勉強してました。1位か2位なら内定です。一番最初に決めた人、強くて速い人、京都の星、個人経営の飲み屋が好き、挨拶したら返してくれる、あんまり顔に出ない人、日本一早いウーバーファン、めちゃめちゃいい人、勝負強い人、めちゃめちゃイケメンの人、何個も伝説がある人、根性がある人、ミスター駅伝。あ、谷川さん頑張ってください。駒沢から世界へ。あ、中本さん頑張ってください、応援してます。スピードがある人、日本歴代8位の人、息子さんはタスクくん、原進むチルドレン、ニューイヤーでデッドヒートした人、最年少、元祖山の神、飼ってる亀ボルト、もはや半分外国人、コニカミノルタではなくコニカミノルタ、遅咲きの努力家、東洋の隠し玉、サトシの兄貴、一式ではなく一式、一番最後に決めた人。大変失礼しました。僕からもあります、参戦した。大変失礼しました。周平の今日の推しメンは、そうですよね、やっぱりあの注目選手といいますか、僕たち東洋出身なので、その中でまず一人目がゆうたさん。はい、ゆうたさん。あれ今日、すいません、やべ、今日ハーフフルだよ、フルだよ。それマジ、それマジ、それはお前言えねえぞ。その顔すんなお前。行くぞマジで。いや、どっこいどっこいだな。まだね、フルの日本記録保持者、注目選手の筆頭と言っても過言ではない、うん、ゆうたさんと、はい、あと次ファラファラ、東洋のジャージャー来てた。俺もあの流れで全日本走ってたから、えぐいって。まあそれはどうでもいいんだけど、うん、2人目が山本健二さん。あ、俺ぐらいイケメンです。ちょっとマジで一回いい。ヤマケンさん俺らの頃のヒーローだよね。うん、年的にどんぐらいないと、僕らが1年生の時の4年生、早稲田と東洋がすごい設定、最後21秒差で負けた時のアンカーでした、まあ、そんなエピソードもあり。なるほど。3人目が高久さん。はい、来てます。あの、同期です。昨日あの代々木でニューバランスのイベントのお仕事がちょっとあって、あの走ってたんですけど、そしたら高久横をスーッて来て、なんか多分刺激やってたんですよ。うん、おおみたいな。おおつって。高久さんも僕よく SNS で絡んでくれるんで、あの全日本実業団から応援しました去年の。で最後、最後、服部勇馬来た。はい、日本歴代8位のランナーですね。あーすごい、すごい、そういうの知ってた。あのしっかりサブ2のあの動画でサブ2かといった東洋の OB 選手もいますし、ソシさんの今日の注目選手いますか？どうしても青学勢を押しちゃう。その中でもやっぱ同級生のね、藤川拓也っていう、うん、とんでもない天才野郎が身を潜めてるんで、はい、だから僕の中ではもう1位2位は
大迫さん、ゆうたさん確定に近いかなってちょっと思ってて、その3位が誰かに滑り込むかに、そこに拓也が滑り込んでほしいなっていうのは、あ3位に、うん、でさらにその中でもいるじゃないか、あれ俺らの大地みたいな感じ、まあそうだね、そんな感じの、さあキャッチングじゃなかった、俺たちが神の大地だっけ、うん、なんかそんなやつだよ、後ろで嫁の笑い声入っちゃったけどってことで、早速もうそろそろ10分前なので、はい、まあ、という感じで、はい、本日 MGC しっかり応援したいと思うので、はい、ではやっていきましょう、あちょ絶対揃わない、ダッシュで行こうぜ、顔絞れたね、あ、ほんと、うん、なんか工藤新一に見える、俺は高校生の後で工藤新一、ということで今、はい、選手が通り過ぎていったんですけど、行きました、あの、やばくない、あの、興奮の動画が今、載ってますけどに、来た、設楽さん飛ばしとんじゃん、さっき動くね、やばー、かっけー、ゆうたさん行け、ゆうたさん頑張れ、ゆうたさん、ゆうまさん、たかくさん、頑張れ、頑張れ、やばい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 、何がすげえかって、あのメンツの中であんだけ独走最初からいけるあの勇気、勇気やばいです、あれやばいでしょ、あれはエグい、ガチでエグいてた、はい、次15キロを迎えます、行きます、はい、ということで、はい、現状報告です、15キロに向かうと言ってたんですけど、ゆうたさんのペースが速すぎて、そう、ね、15キロ間に合わないということで、急遽20キロ地点に変更しました、多分21キロかな、21キロぐらいのかな、お前その1キロはいいだろうと心の中でも思ったな、ジラチ、ジラチ現状がちょっと分かんないんですよ、はい、テレビ見てないんで、なんと総司さんが全部してるんで、今から総司さんが全部答えてくれます、 お願いします、今僕が分かってる内容だと10キロを超えて神野と山本健二さんが出たっていうね、お、今までの神野だったら考えられない、うわ、しかもさ、大迫さんまだ出てきてないじゃん、そうだ、怖いよね、意外に大迫さんが集団にかけてる、ね、ちょっと意外だよね、これすごい意外です、うん、ね、これは山形さんが結構編集でどうにかなるかな5キロ通過14分55で、 その後ろの集団が15分55、1分差、1分、もう5キロで1分差ついてるんです、パークマラソンした時5キロ40分通過でしたよね、比べない、いや、まあそういう感じなんで、まあ、20キロどうなるかしっかりカメラに押さえてやっていこうと思います、はい、刻んでいこうぜ、通過しました、はい、結構俺は波乱だと思う、波乱だね、うん、で神野くんが遅れちゃったのかな、3位集団からちょっと一歩遅れてるから、はい、いや、こっからもちろん吹き返せばいいんだけど、さすがこの時点でちょっとこの時点であの順位はちょっとむずいな、はい、そうだね、あでもユーマはすごいわ、すごい、あと鈴木健吾くんっていうまさかのちょっとまさかって言ってごめん失礼、はい、伏兵的な存在だったけど、はい、あの神奈川大学 の、そう、これまたこっち帰ってくるんですか、多分帰ってくるか、それか浅草行ってお好み焼き食べるか、あ、はい、後者です、最後まで違います、違います、違います、ゴールに戻る、はい、はい、ですね、出てきます、はい、はい、ということで、ゴール地点に来ましたと、はい、はい、ゴール地点 200m 前、うん、200m 前、今、ゆうたさんがちょっとペースがダウンして、はい、27秒差まで来てんのかな、来てるらしい、これ、はい、神も予想できない展開だと思う、いや、本当にそんぐらいありえない展開だからそうだね、もうマジで今で分かんない、誰が行くか分かんない、じゃあ、もしかしたらこのゴール、あの一直線 で決まるかもしれない、ラストスパート合戦になるかもしれないと、それは心臓痛いよ、動画無理だ、無理だ、
やめた、大きすなお前。大会本部も誰が抜かれた、抜かれた設楽さん。これラストの直線をしっかりね、これ捉える位置で、カメラスタンバりましたので、誰が勝つんだか最後の最後までわからない。ゆうたさん遅れた、ゆうたさん遅れた、ゆうたさんきついか。全然だ。いやー、頼む、見てくださいよ、うちの原監督がさ、はい、レース前にさ、怖いのは、はい、藤本拓さんと、はい、橋本涼と中村って、はいはいはい、同期の友達3人押しててさ、はい、正直さ、誰もがさ、はい、なわけあるかいと思ったんで、あ、はいはい、ゴリゴリにその展開だからね。当たってんだ、すごいよ、素晴らしいね、それ中村来た、誰誰誰誰、中村、中村が来た。いや、中村くんあれだからね、ラストめちゃめちゃ強いからね、俺らの時もやられた一ね。一応陸上部の同期とか後輩が今知ってて、そうだ、中村が同級生、ライバルだった。うわ、ユーマは高校の後輩。ユーマさん、ユーマさん、大津君、ユーマ行け、ユーマさん、ユーマさん、もう行けるぞ、もう行っちゃえ行っちゃえ、そっかり行っちゃえ。きついか、表情は。詰まってきた、詰まってきた、もう足の裏、もう豆だらけで。あとラスト、ラスト1キロもうそろそろ直線見えるかな。はい、行きました。中村くん、大瀬子、ゆうまの3人争い。あ、もうすぐ来るよ、ね、こっち来るよ。ゆうま頑張れ、ゆうま。あ、ゆうま足が止まった。やべ、緊張した、手が震える、すげえな、これ。やっぱ中村くんが中村くんが勝った。中村くん、ゆうま、大阪は残りました。ゆうまさん、ゆうまさん、来たよ。いくー、こいつすげえな、やっぱり。あー、すごい、すごい、原さんが1位。タイムユーマ2位、ユーマ2位、ユーマさん2位ですね。ユーマ2位入りました、2位、ユーマ入りました。うわー、よし、決まりです、決まりです。ユーマさん勝って、ユーマさん勝って、ユータさん、ユーマきついな。肉肉返せ、そういう気分じゃない、気分じゃない、なんかお前何しに来てんだよ。いや、画角外に出ろ、画角外に、画角外に見てよ。いやいやいや、結果から言いますと、1位が中村翔吾、2位が服部優真、ここまでが東京オリンピック内定、はい、おめでとうございます。優真さんとだって東北で戦ってた中で、なんなら俺ちょっと勝ってたから言ってください、言ってください、優真これからだぞ。第3位が大迫さん、はい、
大迫さんのファンとしては良かったじゃないですか。そうだね、いやなんか今回本当に思ったのが、ゆうたさんに関してはやっぱり行かなきゃわからなかったことで、多分まあ気温とかいろいろあって多分行けてた場合もあったし、まあ、今回のように、まあ、結果ダメだったけど、まあ、それはそれでなんか良くはないけど、まあ、大事なことではありますね。大事なことだったのかなって思ったし、でそうやってユーマだったり大迫さんだったり、そうやって読めないレース展開の中でしっかりやっぱりその結果を残すっていうのはやっぱりこうなんだろうな、勝負運の強さ、やっぱそれも選手の力としては大事なことなのかなっていうすごい思いましたね。なるほど、ちょっと泣いてかもしれない。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会にさようなら。ということで、また皆さん次の動画でお会いしましょう。バイバイ。